こんにちは。こんにちは、いつも CSBA のチャンネルご覧になっていただいている皆さんありがとうございます。今回もですね、中島校長にご質問していくシリーズ、はい、動画、なんとですね、はい、ラストです。ラストですか。はい、はい。今までね、いろいろ何々編っていう形で、例えば英語編とか、はい、就職編とかいう形のテーマでやってきたんですけど、そうですね、はい、今回はですね、まあ、ちょっとどのカテゴリーにも入らなかったような質問なんで、はい、まあ、質問の内容はですね、あっち行ったりこっち行ったりとかするかもしれないんですけど、わかりました。これも非常に重要な質問でですね、はい、これから来ようと思ってる方が切実に聞きたい内容だと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初の質問なんですけど、これはまあ一時帰国に関する質問でですね、はい、具体的に言うと、まあ、日本の高校認定試験、はい、選手の大会出場、はい、家族の結婚式とか、はい、あと通信高校の一時入学などで帰国することができますか。はい、当然、はい、用事があるときは、はい、帰国していただいて結構です。はい、卒業するのに政府に出しているプログラムの内容の中で、必ず、この事業に関しては何パーセント出ないといけませんよっていうのがあるんですけど、そういったところに行かれたとしても、はい、単位を取れるようになってますので、はい、大丈夫です。なるほど、はいはい、高校認定試験最近取られる方多いですね。認定試験、はい、昔で言うと大検って言ってたのかな、はいはい、そういったのを夏の間に取られる方がいらっしゃって、はい、1週間ほど帰られたりとか、それから大会っていうのはもちろんありますね、はい、日本の全日本に出るとか、うんうんうん、そういったところで出られる方もいらっしゃいますし、それからご家族の結婚式とか成人式とか、うんうんうん、そういった方いらっしゃいます。はい、まあちゃんと単位の方もフォローアップしていただけるということで、はい、普段こちらにいる間にちゃんと出ていれば、はい、そのくらいの1週間2週間帰られても、はい、基本的には問題ないと思います。わかりました。はい、次はですね、まあ、これも多いと思いますね。怪我をした場合、病院などありますか。はい、まあ、どういう状況ですかって感じで。そうですね、はい、まあ、ウィスラーの場合は診療所と呼ばれていますけども、はい、CT もありますよね、ウィスラー。あ、しっかりしてる診療所があります、はい、でその横にヘリポートがあるんで、はい、緊急の場合はヘリコプターでバンクーバーの大きな病院に、まあ、30分後には病院のベッドの上に乗るような、そのぐらいの準備はしてありますし、ヘリコプター使わなくても大丈夫な場合は救急車で行かれる方もいらっしゃるんですけど、うんうん、はい、30分下のスコミシュという町にも大きな病院があります。なるほど、はい、そこではまた手術とかできたりとか。そうですね、はいはい、まあ、怪我をされたりとかした場合、はい、まず生徒は海外留学保険に入ってるんで、本校に連絡がしていただければ、はい、本校のスタッフが病院にアポイントを取ります、うんうん、予約取ります、はい、緊急で行くと、少し待つんですね。ああ、そうなんですか。はい、で大丈夫な場合には予約を取った方がスムーズに入れるんで予約を取ります。でどちらにしてもその海外留学保険を本校の方が、はい、全部控えておいて、うん、それでお支払いは学校側の方が立て替えて、うん、で学校の方が保険会社の方に請求するんで、はい、生徒は一切お金を使うことはありません。あ、そうなんですか。まあ、はい、例えば日本だったらどんな怪我でも病気でも、はい、まあ、何パーセントかは海外留学保険の場合には、はい、全額、基本的にはおります。それは安心ですね、はい、ただ歯医者とか、はい、それからもともと持ってる持病とか、そういったものに関しては出ませんので、はいはい、事前に確認してください。やっぱ歯医者とかも事前に日本でチェックした方がいいんですかね。そうですね、それは私たちここにいる人間も、はい、歯医者はお金出ませんから、自分たちで、ね、支払わなきゃいけないんで、うんうん、だいたい本校の生徒に関しては、短期で帰国する際に、はい、歯医者さんにまた行かれたりとかっていう方がいらっしゃいます。ああ、なるほど、はい、分かりました。今度の質問はですね、入学時に荷物が持ちきれないのですが、はい、送ることはできますか。はい、基本的には荷物は
ご自身が搭乗する際に23キロ以内の荷物2つまでと限られてるんですけど、アルペンのスキーをされてる方なんかはちょっとスキーの本数が多くて、はい、超過料金を払って来られる方もいらっしゃいます。あ、はい、それから入学前後に本校の方に荷物を送られるご家族も結構いらっしゃいます。あ、最近荷物がすごく皆さん多いんで。え、そうなんですか。多いんですよ。こっちでも買えるんじゃないですか、ファクトは。買えますし、はい、準備されるのはすごくいいことなんですけど、はい、そんなにウィスラー来ると洋服なんかたくさんいらないんですよね。そうですよね。だからなんてパーカーみたいなものをもう10枚も15枚も持ってたりとか、はい、そういった方時々いらっしゃるんで、はい、なるべく荷物は少なめにされた方がいいと思いますし、そうですよね、必要なものはこちらでも買うことができますので、はい、まあ、皆さんなんでそんな服持ってきちゃう、何が持ってくるんですか。最近おしゃれなんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、例えば靴を何足も持ってきちゃう、靴を何足も持ってきちゃうとか、はい、あんまりいらないと思います。でも何でも買えますよ。買えますし、まあ、はい、でも確かに持ってるものがあれば買わない方がね、節約はできるんで。あ、なるほど。ですけど、まあ、考え方、はい、必要なのはトレーニングするシューズと、はい、もし持ってるんだったら山とか歩けるようなトレッキングのようなシューズがあるとすごくいいと思いますし、はいはい、食べ物とか持ってきちゃう人とかもいいですか。食べ物はね、帰国した時に帰ってくる時に、はい、一時帰国して帰ってくる時に、日本ってやっぱりいいものたくさんあるじゃないですか。そうですね、インスタント食品とか簡単に調理ができるようなものとか、それからパスタにパッとかけるようなものとか、そうですね、入ったのはあると便利です。あ、そんなに荷物たくさんはいらないと思います。なるほど、はい、分かりました、はい、あとね、もうこれ最後の質問なんです、はい、奨学金制度って使えますか、はい、どのようなものですか。はい、だからウィスラーの環境は宿泊がすごく高いんですよ。はい、まあ、寮とかがあって3人部屋とか4人部屋であれば別なんですけど、はい、そういうわけにいかないので、はい、ホームステイとかするとすごく高くなってしまうんですね。どうしても費用が足りないケースに関しては、はい、分割なんかもできますし、はい、それから奨学金っていうのは、はい、一生懸命やりたいけどもどうしてもサポートがなかなかしてもらえないんで自分で払わなきゃいけないっていう人結構いるんですが、うん、まず入学する前に手数料少しお支払いいただいて、はい、あとは入学してから月々、はい、例えば200-300ドル、はい、それはアルバイトしながら払って、うん、卒業してからもう少し払って、うん、帰国してからもう少し、はいはい、で卒業してから3、4年とかで全額払っていくような形でやられている方はいらっしゃいます、はい、あ、なるほど、はい、分かりました、はい、まあね、今回このシリーズ中島校長に聞くシリーズですね、まあ、これでおしまいなんですけども、はい、まあ、これからもいろいろ質問とかぜひ欲しいですよね。そうですね、今回私たちが本当にこういう形で事前にやればよかったんですけど、はい、スノーボードの情報サイトの草木さんがいろいろお問い合わせをそういったウェブサイト経由でも、うん、もらうことがあったということで、はい、こういう形で MC やっていただいて、ええ、逆に説明が少し分かりやすくできたんじゃないかなと思うんですね。そうですね、少しでもね、はい、これから来る方がね、はい、なんか役立つ情報っていうか。そうですね、はいはい、あとは何でしょう、なんかお気軽にまた、うん、どんどんお問い合わせいただいて、そうですね、質問事項があったら言っていただければと思います。なんかネットのチャットみたいのでこう相談される方とかもいるんですか。どうやって相談するの、皆さん。E メールで、はい、来られますよね。あ、なるほど、はい、あと最近はたまたま日本でカウンセリングした時に、はい、うんうん、LINE ってありますかって言われて、はい、LINE のお友達になって、はい、そうすると LINE でちょこちょこっと来られる方もいらっしゃいますね。そんな感じでご説明していくって形です。そうですね、なるほど、はい、わかりました。まあ、なんか最後にまとめのメッセージというか、はい、これから、ね、はい、日本から行きたいな、心配だな、どうしようみたいな方に何かメッセージあれば、はい、そうですね、今こういう時代なんですけれども、はい、本当に先が見えないっていうのは私たちだけではなくて日本もそうだし世界中そういう状況だと思うんです。ただ皆さんの人生はそこで止まってるわけにいかないので、ずっと動き続けなきゃいけないと思うんですね。で、英語とかスキーとかもよくあるんですけど、英語ができるようになってから何かを活動しようとか、香港に限らずこれから世界に出ようと思ってる人が英語ができるようになってから世界に出ようとか、こういうふうにスキーができるようになってから出ようって思われる方いらっしゃると思うんですけど、私はそういう必要ないと思うんですね、うん、もう思ったら活動しながら
一緒に並行してそれを勉強していっちゃった方が早いと思うんです、うん、でも香港に限らずどこに行くにしても、はいはい、ですから今こういったコロナの問題があるんですけど、こういった問題はこれからずっと続くと思うんですよ、うん、この今回の新型コロナウイルスが亡くなった後にもまた次のウイルスはどん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 こういう時代ですから出てくると思うので、うん、こういったことの中でできるようにするにはどうしたらいいのかという形で私たちもそれから生徒さんもご家族も考えて動いていかないと、実際年はどんどん取っていきますし、そうですね、時間もどんどん過ぎていっちゃうので、はいはい、そういう形で考えていただいた方がいいと思います、うん、ただ第一はセーフティー、安全、うん、安全なところはしっかり守らなきゃいけないので、体のことが一番重要ですから、 そうですね、そこはね、はい、一番大事なところですよね、はいはい、そこだけはみんなで守りながら、はい、どんどん動き続けるってことが必要だと思います、はいはい、そうですね、こういうね本当に素晴らしいところなんでね、はい、ぜひ来ていただいて、はい、新しい経験を積んでいただけたらと思います。そうですね、はいはい、大丈夫ですか、はい、じゃあ今回もありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。